行島足島神社。行島足島神社。行島樽島神社は、長野県上田市下野郷にある神社。式内社、名神大社。旧社格は、国兵中社で、現在は、神社本庁の別表神社。主催神は次の二柱。行島大臣は万物を生み育て生命力を与える神。足島大臣は、国中央道たらしめる神という、演式神明帳では、 九州の神儀関西院で祀られる神々二十三座のうちに、行島神、足島神の記載が、あ、朝廷とつながりの深い神々であることが知られる。創建は不詳。社殿では、竹港太不意の地、摂者諏訪神社祭神人が諏訪へ向かっていた時この地に泊まり、行島、足島両神に、米城を似て建じたという。この伝承から、行島、足島両神は、 当地の地主神であると見られており、伝承自体は、現在も特殊神事の、おかご祭、おこもり祭に名残を残している。一方、縁儀式神明町には、九十の神儀関査院で祀られる神二十三座の、うちにも、行島神、足島神の記載がある。このことをもって、茅や国像の大野氏、並びに、同族の金指氏、長田野氏が、国魂として、 宮名から両神を勘定したという説もある。この中で、金指氏が後に、諏訪大社下社の大法理を務めたことと、摂者諏訪神社の関連性が合わせて指摘される。なお、行島足島神社の南西方にある、泥宮を旧鎮座地に充てる説もある。新昇格直府省大道元年、806年、長入売れは、当時の行島足島神には、 神戸として、信濃国から一個が当てられていた。延長五年、927年成立の演技式新名帳には、信濃国小さ下方郡に、行島足島神社に座並み名神台と記載され、名神大社に列している。行島足島神社には、皇室や武将の数形が厚く、法上国時が社殿を映像、真田正幸、信行らの武将が神領を寄進し社殿を、 再建するなどの数形を表している。また、武田信玄が、上杉謙信との戦いに再始報じた直筆の、願文等が、現在も、行島・島神社文書、国の重要文化財として残されている。同文書によると、中世以降は、下野郷大明神、諏訪発守大明神、下野郷城下空等と呼称されていた。その後、社名は、完成十一年。 1799年に、京都吉田家によって、行島足島神社と改称した。明治維新後、明治23年、1890年には、近代社格制度において、国平中社に列した。本社は、池に浮かぶ、小島の上に鎮座する、地震の宮という古代的形態をとる。本社社殿は、昭和16年造営の権限づりで、北面して鎮座し、 拙者諏訪神社、下の宮と生態する。本社は諏訪神社に対して上の宮と称される。両者の間には心境と呼ばれる橋がかかるが、普段の一般参拝者は渡ることができず、諏訪神が本社に先座するときのみ開かれる。その他、本社と諏訪神社全体を取り囲む四方には諏訪系の神社特有のお柱が建てられている。本社本殿内には、 さらに内殿がある。この内殿はかつては旧本殿として屋外にあったが、18世紀後期から19世紀に大屋としての原本殿が建てられ、現在のような内殿となった。内殿の規模は、正面柱間三軒、点八二メートル、側面柱間二軒、点一零メートルで、屋根は切り妻作りの厚いたばり、当初は小けらぶき、内部は向かって、 左側2軒が内人、右側1軒が外人。外人は、諏訪大臣が、半年間、行島、足島両上にご飯を炊いて建て祭った場所であるといい、この伝承は、現在も、岡子祭りでの外人を使った彩色に残っている。床は、内人、外人ともどまであり、内人の土間すなわち、大地が行島足島神社の神体とされている。なお、 外人にはかつて後輩があったと見られている。この内殿は、室町時代の天文年間、1522年から1555年の造営とみられ、長野県座からに指定されている。歌舞伎舞台は、間口九9県、16.36メートル、奥行き七間、町、12.27メートルで、農村歌舞伎舞台の中で最大規模を誇る。伝えでは、明治元年。 1868年に建設され、その後校舎や集会所としても利用されたという。江戸期の農村歌舞伎部隊の典型的な姿を完全に伝えており、長野県座からに指定されている。その他、境内東方には大鳥居が建てられている。境内社、境会社、式年祭として、御馬修羅祭が6年に一度、虎年、猿年の4月中旬に再校される。 この祭りは、諏訪神が諏訪に向かう途中で当地に泊まった際、行島、足島両神に対してお柱を立て祭ったのが由来という。おかご祭、おこもり祭は、拙者の諏訪神が、半年間本社本殿に泊まる、こもる祭り。この祭りは、諏訪神が諏訪に向かう際に、当地で行島、足島両神に、米城を似て奉仕したという伝承に基づく。 四月十八日、神座祭と十一月三日、千座祭、祭神が移る、ご移り神事を行う。そしてその間、諏訪神は、本殿内に泊まることとなる。千座の際には、諏訪神は、普段閉じられている心境を吐御する。そしてこもっている間、一週間に一度半を諏訪神に、検事。諏訪神はそれを行く島、足島両神に検事るという神事が行われる。 所在地、交通アクセス、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。